まず岩井さんに内緒だよ。すごいすごい命名なんだけど、これはようやくアナログ版が発売になったので岩井さんもお持ちしました。おお、まあ、岩井さん持ってないんです。岩井さんお持ちじゃないと思って持ってきちゃった。いや持ってるよって言われたらまあ分かりました、ね、でね、私ね、これはまあ表明の、まあ確か19歳ぐらいの時の徳田さん、これロックエライズさんから送られてきた、まあ、その頃私そのレベルっていう手紙とか入ってて、えでこの写真にしますみたいなのとか、これあの当時の写真、これ角田さんでしょ、あのミュージシャンがみんなあの参加してくれてたから、みんなこれちょっと写真があったり私が写ってたりしますと懐かしいんですよ。そうこれ、これマイケリーラウンジっていうニューヨークの、あの時美容子が見に来てくれたんだね。ベビーシューズのライブ映像も持ってきた。それは10年ぐらい前、結構新しい。これは本当にもうあの映画を撮ってる時の、そう当時の一方で私たちがニューヨークにアナログレコーディングしに行ってたわけです。リリー・シュシュアルバムデモテープです。デモです。なんと。だからまだ全部歌詞ついてない。あの全部リュウリュウリュウとかで歌ってる。へえ。これが最初のあの要するにリリー・シュシュ1枚目のアルバム呼吸のアイデアなんだよね。リリー・シュシュのシュシュがさ、まだなリリー・シュシュが何者かもみんな分かんなくて SHOU なの。あ本当だ。そう。こういうまだもう出来上がってく段階のデモテープ。ここに入ってる音を聞けるんですよ。チュ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 ラララララとか言って歌ってる。でしかもこの曲がリリーシュシュに結局入らなくてサリューのあの曲になったんだとかね、そういうのとかもあって面白い。一回頓挫しかけた時に呼ばれて、はいはいはい、やっぱりこうやって作ってるっていうのを聞かされてっていうののために作ったのかもしれないよね。これわかんないです。
泣いちゃいけないんだみたいなあの思ったことあったね。その人たちは優しいから、その人たちを責めるような態度なんだと思って、それって自分のことなのに悲しいのは誰のせいでもないのに、だからもうそれで私絶対楽屋で泣くねるよって決めたりね、しました。そんなつもりないけどみんなのせいになっちゃってるみたいな。そう、もう一個ちょっとスペシャルの、はい、外したんでしょ。 MD わぁ、MD これが最初のリリッシュの伝言、まだリリッシュが何者かがまあ明らかになってないけど、リリッシュのさ、シュシュがさ、SHOU になっちゃった。リリッシュ少々少々、そう見たことないの。でも多分岩井さん聞いたら全部わかると思う。アイワナビーが、アイワナビー。だからもうまだ。グライドの前傾ってことで。そう。からいきなり、なんか、近代的な、すごい。Bluetooth スピーカーとかなっちゃったけど、あの、もう MD で、あの、聞ける場所がないでしょ。だから、ここ音源をスマホに。そう、あの、して。いろいろありがとうございます。お、すごい。分からない歌、言葉の方が乗るみたいな。そうそうそう、そうです。
っているだけでもうなんかパワースポットみたいなそこがめちゃくちゃ緊張してました。私毎回何事か分からない、なんかひょっこり事務所に行けばなんかチャラさんが突然いたりとか、もう胃も痛くなりますよ本当に。実はだからチャラの次の歌姫ってことで、その時期あと何人かいたわけだ、誰に声かけようかっていう雰囲気は最初あった、それやっぱりちょうどそういう時期だったね、チャラがいたりいろんな人がいるっていう時期だったんで、次誰にしようかっていう、その後ね、あの僕の映画に出てくれる人とかも候補者にいてっていうのがある中で、小林さんがまあ、あのこういう子がいるんだけどって声を聞いて、まあ、完全な新人だけど、カリスマを歌わなきゃいけないから、ある程度カリスマになってる人とコラボしたら早いじゃない、そこに。だから小林さんは、まあ、一応念のためみたいな感じで、まあ、そんな強く押す感じじゃなくて、ちょっと聞いてみてって感じで聞いたのが、で、俺は、って、これ良くないですか、この人っていう感じで、いや、でも、大丈夫みたいな、その、違う、全く、ね、考えてたことと違う話になるから、大丈夫、ちょっと一回じゃあ会おうかって。でも、ところね、どうせあれだったら、ゼロから作るっていう、小林さんが全部クリエイトするわけだし、その架空のアーティストね。なんかそこに、なんかゼロから作る本になんかこうベットしちゃった感じだったよね。それで良かった気がするけどな。もういいよって感じかもしれない。お腹いっぱいだと思うんですけど、あのもう一個ありますよ、飛び道具。そう、10年前 の、 あのライブ映像ってご覧なさったんですか？いつかリリースできないかなとか、ずっと大事に撮ったんですよ。で、無編集のものがそのままあるんですよ。ちょっとここで流して、あの音は流さずに流しておきましょう。これ行けてないんだよ、多分。どうだったの？ありがとうございます。かっこいい。何この歌い方。ここ痛かった。岩井さん。ここに岩井さんがいないけど、信じられない。これアメリカに行った時かな、多分。これ、中野サンプラザ。うん、で俺がアメリカに、そっかそっか、うん、LA に言い出してたら、かっこいい。なんか目黒のサライブハウスで歌ってた頃のリリーってこんなイメージ。ああ。楽しそうだね。でもなんか竹内さんも多分意図してますよね。なんか着てる服がなんかお風呂から出てきたみたいな格好してくる。要するにそのアマチュアバンドみたいなことをなんかその表現したみたいな意味でね、おっしゃってましたよ。公然と言ってるけど、自分の映画を誤解して、ね、ラブレターとかも、中山美穂がさ、一人二役やってるのを気づかずに見てしまった人がいて、同じ人だと思ってたのに、だからそれすらむしろ OK で、全然、全然そうやって見てくださいっていう、どんな話でした、それって。どういう話全然 OK やん。全然一旦お客に委ねたら最後もう一人歩きを許すんです。一人歩きはもうむしろ歓迎、作品の一人歩き歓迎、ちょっとの違う話が生まれたら、すごい難しいことだと思うんで、俺にとってはすごいこうありがたいっていうか、そんだけ時間かけてもですか。そうそう、その人なんか俺もわからない何かをその人持ってるわけじゃんな、何を得ましたっていうのが見てみたいっていう、それが無限に発生するとしたら、作品ってさ、そっちの方が幸福ではないと思うんだよね。自分はここまで生きてきました。でも自分の生まれた子供が多分自分の子供だから大体こういう人生を送るんだろうと思ったことと違う思いもよらないことをやってくれたら、それ楽しいわけじゃない、うん、だから俺すごい全てが嬉しいっていうか、これ多分この感覚がない人はこれ見るといろいろ怒り出すと思うんだよね。これは俺のリリースと違うとかさ、そこはもう覚悟の上
ってます、ね、いや だけどその俺の中にないわけ、もう嬉しくしょうがないっていうか、いやそれが岩井さん出たからもう私ラックですよね、そこは、うん、あのこれはもう完全にどんどん行ってみたいな、なんかここにお客さんいるわけで見てるんだよねと思うと、どんどん壊しちゃうみたいなと思うから、この日この体験した人とか、これまた今日例えばね、これから先見る人がいたとしたら、そこになんか新しいイメージを持ってくれたら、そっちの方が全然、もう全然それでいいやと思う。一応これがリリーの最新楽曲ではあるんですよね、マイメモリー、そしてエディ、アーチ時期に作られている曲なんですけど、これはリリーではない、エーテルはここにないっていう人はいるでしょうね。だけどって自分たちにとってのやっぱりリリー趣旨を表現するようにするにあたっての最先端、うん、そこも知るところで、リリー趣旨ってなんかそういう人たちを描いた、うん、なんかここにはエーテルがあるとかないとかっていうことを言う人たちをシニカルに描いてるから、うん、だからその俺はエーテルを信じてたわけじゃない、なんかその作り方としてその自分、まあ、自分におけるエーテルはあるんだけど、でもなんかそれを信じてそれって素晴らしいですよっていうことをなんかこうなんかこう普及活動のやりたくてやったわけじゃなくて、でもなんかそんなことを言い出す と途端に喧嘩する人たちが生まれてくるよね。例えば俺たち映画って素晴らしいよね、映画って素晴らしいよね、ぜひ静かな環境で見てくださいってやればやるほど、なんか横でポップコーンを食べてる人がいると怒り出すわけじゃない、お客さん、ね、だから人が純粋になればなるほど人に対して寛容じゃなくなるってことだよねって、まあ、その人もいいや、この人もいいやって、なんかこう、ハッピーな気持ちになれないってことだよね、それも描いてるんだよね、リリー師匠の作品の中でさ。だから、リリー師匠を信じた人たちは喧嘩するじゃない、映画の中でも。同じようにリリー師匠なんかやると、外でもなんか言い出す人がいて喧嘩するみたいな。本当これが描きたかったんだよって。こういうこと始めるじゃん、みんなみたいな。それ全部俺が描きたかったんだというリリースだったから、だからどんどん作るべきだし、でどんどんノイズを生み出すべきだし、これは俺のリリースじゃねえのかって言わすべきだっていうか、でも作り手はただ作ってるだけなんだけど、そこにいろんなこうスキャンダルとかいろんなこうことをストーリーを捏造して、捏造なのかなんか分かんないけどやって、まあ、バッシングしてないけど、俺はでマウント取り合ってみたいなことをやり合うよねっていう映画なんだよ、実は。で俺の中ですごい重要なのは、もうコンサート、代々木のコンサートの時に喧嘩始めるじゃないか、2人ともリリーのファンなんだよねなんかそこで喋ってることと喧嘩のと警察に連れて行かれて、多分あの子たちはだいぶ見れなかったんだよ、バカじゃお前らって感じだけど、だからそういうことも含めてリリーシュだと。そういうことを描いているんですね、うん、だからずっとリリーシュ不在の存在で、映画の中ではこう実態が現れないっていうか、その虚像としてずっと出てくるという。でもこの虚像を描くのにもう実態のある音楽がないと嘘になっちゃうから、だから小林さんが作ってもらったのは、なんていうのか、イエンターマネみたいに実際にあるバンドじゃなくて虚像なんだよ、うん、映画とか音楽とかそういう表現って、まあそれを一つも解決してないんだけど、残念ながら歌ったところで物語ったところで大して解決しないんだけど、当事者たちに寄り添い続けるっていうか、なんか知らん顔じゃなくて寄り添い続けるよってことぐらいできるのかなっていう。僕の中でやってる気がする。核を背負う始まり方っていうかね、そうだよね、っていうのはあったかもしれないけど、全然、なんかむしろ私の性格的には良かった、うん、学校行ってたし、どっちかって言ったらその音楽っていう世界の広さを知っていくことになったのは、そのリリー・シュシュっていうことがキャリアの始めになったところでいうと、サリューっていう存在の
だ そのカウンターとして存在しなければならない時にそのポップ そのなんか象徴みたいなところでっていう時にちょっと戸惑ったりはしたかもしれないですね。若い心はリリーとしリリーではないサリューだみたいないうそれに関してはハルフへのテーマソングとか絶対リリーは歌わないもんね。そうですよね。ハルフがいい曲だよね。だけどやっぱりそこに一貫して小林さんが言ってくださったから、ね、ここでリリー・シュシュの音楽プロデュースはこの人でした、サリューは違いますみたいになったらきっとうまくいかなかったかもしれないけど、もう私は何も分かってない中で小林さんが多分全部作ってくださったそのストーリーがあるかもしれない。それは一人 そのシンガーにとってその全てのプロジェクトをもう価値に変えていく、うん、なんかあだなんていうの稼ぎしないっていう足稼ぎせずあの全部をもう倍にの価値に変えていこうっていうふうに多分企ててくださったのが多分小林さんだったんですね。本当にありがたいお二人、そしてリヴァイさんっていう、あのでそうやって気にかけてくださる大人の人たちに出会えたから、うん、すごく機嫌よくきっと音楽で成長してくれると思って、うん、そうって思います。ありがたい。サリューの活動、メインの活動ありつつ、ここに節に触れてこう、自由活動をね、ちょいちょいやってもらえると、まあね、もうそれは作家もよりつきますよ。あ、いやいやいや、もう本当に、そんな風に、ありがとうございました。本当に、ちびちびの、本当に、せっかくだし。現場の機嫌を支えていただき、本当に、ありがとうございました。みんな気持ちよく、仕事をさせていただきました。だいぶさっきから酔っ払ったから喋ってたね。